皆さん、こんばんは。ティンダー脈は金太です。酒井忠久さんが、鶴岡市名誉市民になりました。はい。酒井忠久さんはですね、昭和40年、鶴岡南高校卒業、そして成城大経済学部を卒業、その後は、松岡入社したそうです。現在の松岡。その後、いろいろな理事、調査役、取締役、務めており、実は、セミシングレの、庄内ロケ実行委員会実行委員長、映画の、実行委員長も務めたそうです。松ヶ丘の総長開墾、あとは出羽三山関係のものも満載、そして、児童博物館名誉館長も務めております。はい。鶴岡市名誉市民、これまでいっぱいいますけど、富田正さんや、北村さん、山崎さんなど、森敦さんなど、いろいろな方がおりますね。はい。今井重三郎さんもこの中にはおりますね。はい。鶴岡市民は本当にいいもんですね。以上です。バイバイ。